来年秋の朝ドラは初の外国人ヒロイン。アマちゃん以来のオーディション実施へ。オリコンスタイル2013年11月18日。来年秋の朝ドラは初の外国人ヒロイン。アマちゃん以来のオーディション実施へ。NHK は18日。来年秋からの朝の連続テレビ小説の概要を発表した。タイトルはマッサン。札幌オリンピックの日の丸飛行隊を支援し、北海道唯一の名誉町民となり、日本のウイスキー誕生を支えた竹津正孝とその妻からモデルとなる夫婦の奮闘記で、朝ドラ初の外国人ヒロインを通して、諦めない美しい日本人の心を描きます。今年4月より放送されたアマちゃんでの年齢を発掘したヒロインオーディションを来年1月より行い、2から3月に決定する予定。脚本は、映画、パッチギ、デニコンアカデミー賞優秀脚本賞、フラガール、デニコンアカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した脚本家、天原大輔氏が担当する。実在の人物をモデルとしながらも、夢に生きる不器用な日本男児と大阪弁を話す気品あふれる英国人妻というデコボコ夫婦が織りなす。笑って、泣ける、夫婦の人情喜劇として大胆に再構成。登場人物や団体名は解消し、天原氏作のオリジナル脚本によるフィクションとして制作される。タイトルのマッサンは、英国人の妻が難しい日本語と格闘する中、いつしか夫を大阪弁の響きでマッサンと呼んだことにちなんだ。時は大正時代。日本一華やかな大大阪で青春時代を過ごしていた作り酒屋の跡取りは、ウイスキーに目覚め、本場スコットランドへ単身渡り、現地で出会った女性と恋に落ち、駆け落ち同然で国際結婚。日本初のウイスキー作りを夢に描き2人が帰国した時、第一次世界大戦は終結し戦争名機は去り、閉塞感漂う大不況の時代を迎えていた。さらに、昭和になって、2人は北海道へと渡りウイスキー作りに挑むも、失敗の連続で事業が頓挫する中、太平洋戦争に突入、故郷が敵国となりスパイ容疑をかけられても、日本人として生き、夫を支え、従業員も愛した英国人妻、妻を守り抜いた夫、厳しい時代を生き抜いた夫婦を通して、日本人の底力を豊かに描きます。脚本を担当する浜田氏は、国際結婚と国産ウイスキー、時代を間違え、少し早く生まれ過ぎてしまった感のある二人は、共に一途で不器用、純粋さゆえに時にぶつかり合い、慰め励まし合いながら、少しずつ本物の夫婦になっていきます。二人の設定はどこか、つか作品の登場人物に通じるものがあるかもしれません。そんな夫婦の七点抜刀ぶりを、記録と取材に基づいたエピソードを重ねつつ、大胆なフィクションも交え、笑って泣けるエンターテインメントを目指して紡いでいきたいと思っていますと話している。竹津正孝、ウィキペディア、竹津正孝、竹正孝、1894年6月20日 -1979 年8月29日は、広島県竹原市出身の日本のウイスキー製造者、技術者、会社経営者、日華ウイスキーの創業者であり、日本のウイスキーの父と呼ばれている。竹津という名前は、家の裏にあった竹林に鶴松を作ったことから由来している。かつて親会社、アサヒビールに完全子会社化されるまで大株主になっていた元オーナー一族の竹津武士、竹武士は養子にあたる。1929年、鳥居新次郎に招かれ寿屋、現在のサントリー山崎蒸留所初代工場長として、日本初の本格スコッチウイスキー製造式。その後、より本格的なスコッチの製造を試行して大日本果汁、現在の日華ウイスキーを起こした。あくまでも品質にこだわり続けた技術者として知られる。1962年、イギリスのヒューム副首相が来日した際、一人の青年が万年筆とノートでウイスキー製造技術の秘密を全部盗んでいったという意味の発言をしたと言われている。もちろんこれは竹津に対する称賛であった。この時話題に出たノート、竹津ノートはしばらく所在不明であったが、後に竹津が当時所属していた摂津酒造、1964年10月、高田酒造に合併された関係者の子孫が保存していることが分かり、日華ウイスキーに寄贈された。酒造はウイスキー1日1本、日華ウイスキーファイン日課を好んで飲んだ。ただし、晩年には3日で2本に減らしたという。出生、広島県竹原町、現竹原市で酒造業、製塩業を営む竹津慶次郎の四男五女の三男として生まれる。竹津家は地元の塩田の第一主として製塩業を営み、その傍ら酒造業も営んでいた。そのため正孝は幼い頃から酒に触れることが多く、自然と酒に興味を持っていた。2007年現在、そのせいか、実家ではない。生まれた時、両親がちょうど本家に来ていた。の作り酒屋は竹津酒造株式会社という名称で今も続いているが、こちらは竹津家の本家であり、正孝は文家の文家筋にあたる。竹原氏に残るせいか、小笹屋、竹津酒造、只見中学、現広島県立只見高等学校に進んだ正孝は通学に時間がかかりすぎるため、3年生に進級した時寮生活を始める。一つ目の下級生には後に総理大臣となる池田隼人もおり、池田が亡くなるまで交流が続いた。正孝の影響もあり、池田は国際的なパーティーでは国産ウイスキーを使うように指示していたという。なお、当時の池田少年は正孝の布団の上下ろし係だった。酒造りの第一歩、大阪高等工業学校、後の旧制大阪工業大学、現在の大阪大学の醸造学科にて学ぶ。大阪高等工業学校の卒業を春に控えた1916年3月、新しい酒である養子に興味を持っていた竹津は、大阪高校の先輩岩井喜一郎、摂津酒造場にお頼り、当時養子業界の流であった大阪市の摂津酒造、摂津酒製醸造場をお尋ね、卒業を待たずに入社。12月には徴兵検査があったため、それまでの期間限定の予定だった。入社後は竹津の希望通りに養子の製造部門に配属される。ある時はロンドンの出版社が刊行していた処方書を手に試験室にこもり、またある時は現場に張り付いていた竹津は入社間もなく主任技師に抜擢される。その年の夏、アルコール殺菌が徹底して行われていなかったブドウ酒の瓶が店先で破裂する事故が多発した。しかし、竹津が製造した赤玉ポートワインは徹底して殺菌されていたため酵母が発生増殖することもなく、割れるものが一つもなかった。このことで竹津の酒造職人としての評判が世間に広がることになる。同年12月、竹津は徴兵検査を受ける。幼い頃から柔道などをたしなんでいたため体力に自信のあった竹津は講師合格を確信していたが、検査官が竹津の履歴書を見た際、アルコール製造は火薬製造に必要な技術であるので入隊させずに今後の製造に従事させた方が軍事産業を活性化させると判断し、乙巳合格とされたため軍隊に入隊せずに済んだ。竹津は乙巳合格と協議には来年冬に帰る予定、そして勤務を1年延長する希望を我に伝えたところ、改革され、摂津酒造での勤務を継続することとなる。留学、19世紀にウイスキーがアメリカから伝わって以来、日本では欧米の模造品のウイスキーが作られていただけで純国産のウイスキーは作られていなかった。そこで摂津酒造は純国産のウイスキー作りを始めることを計画する。1918年、竹津は社長の阿部喜平の命を受けて単身スコットランドに赴き、グラスゴー大学で有機化学と応用化学を学ぶ。この時、二人の兄は酒造とは無関係の別々の道に進んでいた。長兄は早稲田大学卒業後に商社マンとなり、マレーシアでゴム栽培に取り組んだが存在。次兄、家分、吉文は九州帝国大学を卒業後、北海道住航機船のエンジニアとなり、常務になってからは札幌に住んでいた。養子、竹氏が国内生だった時は生活面でバックアップしたため、竹津に会社の後を継がせるつもりでいた両親は悲しんだと言われる。彼は現地で積極的にウイスキー醸造場を見学し、頼み込んで実習を行わせてもらうこともあった。ウイスキー用の蒸留釜、ポットスチルの内部構造を調べるため、専門の職人でさえ嫌がる釜の掃除を買って出たという逸話も残っている。スコットランドに滞在中、竹津はグラスゴー大学で知り合った学部唯一の女子学生イザベラ・リアン・カウン、通称エラに頼まれて末裔のラムゼイ・カウンに柔道を教えていたが、その姉であるジェシー・ロバータ・カウン、通称エリタと親交を深め、1920年1月8日結婚。しかし、ラムゼイを含むエリタの家族のほとんどに反対されたため、教会ではなく登記書で2名の証人と登記官の前で宣誓するだけの寂しい結婚式であった。同年11月、リタを連れて日本に帰国。結婚については実家の家族にも反対されるが、最終的に一旦竹津が分家するという形で一応の決着を見た。帰郷後、摂津酒造はいよいよ純国産ウイスキーの製造を企画するも、不運にも第一次世界大戦後の戦後恐慌によって資金調達ができなかったため計画は頓挫してしまった。その後1920年竹津は摂津酒造を退社し、大阪の桃山中学、現コロン桃山学院高等学校で教鞭を取り生徒に科学を教える。日華ウイスキーの誕生、1923年、大阪の養子製造販売業者寿屋、現在のサントリーが本格ウイスキーの国内製造を企画。社長の鳥居新次郎がスコットランドに適任者がいないか問い合わせたところ、まだまだ呼び寄せなくても、日本には竹津という適任者がいるはずだという回答を得た。
鳥居は以前摂津酒造に模造ワイン製造を委託していたことがあり、竹鶴とも一度面会したことがあった。鳥居は竹鶴を年俸4000円という破格の給料で採用した。この年俸は、スコットランドから呼び寄せる技師に払うつもりだった額と同じと言われる。同年6月、竹鶴は寿屋に正式入社。竹鶴は、製造工場はスコットランドに2カ分の北海道に作るべきだと考えていたが、鳥居は消費地から遠くに総コストがかかることと、逆に直接工場見学させたいという理由で難色を示した。竹鶴は大阪近辺の約5カ所の候補地の中から、良質の水が使え、スコットランドの著名なウイスキーの産地ローゼスの風土に近く、霧が多いという条件から山崎を候補地にした。工場及び製造設備は竹鶴が設計した。特にポット寿司は同種のものを製造したことのある業者が国内になく、竹鶴は何度も製造業者を訪れて細かい指示を与えた。1924年11月11日、山崎工場が竣工され、竹鶴はその初代工場長となる。山崎工場竣工日は、幕末製造開始日の12月2日とされることもある。ただし、この工場は社員は竹鶴の他に事務員1名がいるのみの小さい工場であった。竹鶴は酒造りに関のあるものの製造に欠かせないと考え、醸造を行う時には故郷の広島から陶器を集めて製造を行った。また、当時の酒は製造時の量に応じて課税されていたが、貯蔵中に分量が減るウイスキーに対してこの方式は不利であった。このため竹鶴は当局に掛け合い、樽に封印をすることで出荷時の分量で課税するよう認めさせた。鳥居は最大限、竹鶴の好きなように製造させたが、金ばかりがかかって全く製品を出荷しない山崎工場は出資者らから問題にされ、鳥居はやむなくそれとなく発売を急ぐよう指示。出荷ができるほどに熟成した話は最初の年に仕込んだ1年分のみで、ブレンドで複雑な味の調整をすることができないため難色を示した竹鶴だが、それ以上出資者を任せるわけにもいかないということも承知していたので、出荷に同意する。1929年4月1日、竹鶴が製造した最初のウイスキー、サントリージロフが発売される。しかし、模造ウイスキーなど飲み慣れた当時の日本人にはあまり受け入れられず、竹鶴が本場同様に入れたピントの独特の臭さが受け入れられなかったという説がある。このことも含め、鳥居自身は竹鶴がスコッチにあまりにもこだわりすぎるのを疑問視していた説がある。サントリー各瓶の項も参照、販売は低迷した。同年、竹鶴は寿屋が買収した横浜のビール工場工場長権にも命じられたが、工場の距離が離れすぎていることや、異なる種類の酒であることから当初あまり乗り気ではなかった。1933年11月、寿屋は突然、横浜工場を売却する。購入額よりはるかに高値であったことから、寿屋にとっては異常談であったが、工場長である竹鶴に事前に何の連絡もなかったことから、寿屋に対し不信感を持つようになる。1934年3月1日、皇族の技師が育ってきたこと、帝王教育を竹鶴に任されていた鳥居の長男吉太郎に一通りのことを教え終わったこと、最初の約束である10年が経過したことから、竹鶴は寿屋を退社。4月、北海道与一町でウイスキー製造を開始することを決意。資本を集め、7月に大日本果汁株式会社を設立し、代表取締役専務に就任した。筆頭株主は加賀証券社長加賀翔太郎。加賀の妻は1924年以来、竹鶴の妻の理科から英会話を学んでおり、竹鶴が事業を始めることを聞いた加賀は他の2人の出資者と共に竹鶴を支援することにしたという。ウイスキーは製造開始から出荷までに数年かかるため出荷までは当然ウイスキー製造による収益はない。そこで竹鶴は、事業開始当初は与一徳さんのリンゴを絞ってリンゴジュースを作り、その売却益でウイスキー製造を行う計画であった。このため農家が持ってきたリンゴは一つ残らず買い取り、しかも重量は農家の自己申告をそのまま信用して買ったという。出荷できないような落ちて傷ついたリンゴでも残らず買ってくれるというので、大日本果汁の工場にはリンゴを積んだ場所の列ができた。ただしこの記述は竹鶴自身の自伝を元にしている。出資者の記述はこれとはだいぶ違い。竹鶴は与一で起業する際、寿屋と鳥居には大変に恩があるので、与一でウイスキー製造をする気はない。大日本果汁はその名の通り、リンゴジュースを製造販売する会社だと説明して出資を募ったという。創業の莫大な返品と次はなった代行どうするのかという話になったところで、ようやくそれらを使って蒸留酒を作る。そのついでに少量のウイスキーも仕込むという話を持ち出してきたという。実際、大日本果汁は創業のしばらくは酒造免許を取得していない。このような経緯もあって、地元の農家の人たちは当初、まさかの与一でウイスキー製造を企てているとは知らず、ジュース工場の社長がリンゴをたくさん買ってくれると信じていたという。1935年5月、ヒカリン金ジュースの出荷を開始。しかし竹鶴の品質へのこだわりはジュースにも及び、他社が6000の果汁入り清涼飲料を作っていたのに対して30銭もする果汁 100% ジュースしか販売しなかったため、あまり売れなかったという。混ぜ物をしていないため製品が漏れることがあり、誤解した消費者や小売店からの返品も相次いだ。同年9月、詰まりたを与一に呼び寄せる。1940年、与一で製造した最初のウイスキーを発売。社名の日課を取り、日課ウイスキーと命名する。局のウイスキーは造成品となり、日課の工場は海運監督工場となる。この後終戦までは配給用のウイスキーを製造した。ウイスキー一筋の人生。1943年、大日本果汁取締役社長。子供ができなかったため、戦時中ではあったが、広島工場専門学校、現広島大学発行工学科大学中の飯竹氏、旧姓コロン宮野、同じ広島県生まれ。戦後に旧姓北海道大学工学部応用科学科を卒業養子に迎える。それまでは工場内に建てた家に住んでいたが、1940年代後半、隣の山田町に新居を構える。1945年、終戦になると他社が相次いで低質のウイスキーを発売。中には話を全く使っていないものもあった。竹鶴は馬車産休は作らんとこのような低質の製品を作ることを拒否していたが、筆頭株主だったカナダに説得され、1950年、安価な産休ウイスキーを作ることになる。このブレンドには漁師の竹氏を初めて担当させている。しかしこの時、あえて話を当時の酒税法への上限1杯の 5% まで入れさせて攻めて物稽古をしている。1961年1月17日、つまり倒す。1965年、与一町の名誉町民に選ばれる。1967年、新工場建設候補地見学のため宮城県を訪れた。この時突然のひらめきから、ある川の水でブラック日課の水割りを作って飲んでみたところ、納得の風味を得ることができたので、その場でこの地に工場を作ることを即決した。新工場の設計も竹鶴が言った。この工場は宮城教授所、仙台工場として1969年に竣工した。興味深い逸話として、この川の名前を地元の人に聞いたところ、なんと、新川、日川という答えが返ってきたというものがある。1969年、勲章など随行賞を受賞。これ以前に伊佐四島の写真があったが、もし受け取ると、今後、ウイスキー製造者全員が最高でも伊佐四島止まりになってしまうという理由で誇示したことがあるという。1970年、日川ウイスキー代表取締役会長に就任。1979年、没。逸話、旧竹鶴シャンツェ、桜の丘シャンツェ、あと、竹鶴はウイスキーの品質だけでなく、その容器も嫁入り道具としてこだわっている。高級品の瓶にはさりげなく竹鶴があしらわれていたりと細かい仕事がされていることがよくわかる。現在も、鶴など一部製品にはこの伝統が残されている。工場の地元、旧姓与一中学校、後の北海道与一高等学校校長に頼まれ、1941年、中学校にジャンプ台を寄贈した。このジャンプ台は当初桜の丘シャンツェと命名されたが、その故障は定着する。竹鶴シャンツェと呼ばれている。このジャンプ台で練習し、後に日課ウイスキーに入社した笠谷幸男は、札幌オリンピックで金メダルを得た。当初木造であったが、1967年頃に鉄骨製になり、2000年には河川工事の関係で200メートル南に移動された。アサヒビールの資本投下により日課が連続蒸留機を購入する際、受注先のブラー社は最新式と旧式の対別試験機種の蒸留機を製造していた。しかし、発注者が日課の竹鶴だと聞くと、ブラー社は迷わず旧式蒸留機の製造準備だけを始めたという。ブラー社の読みは当たり、実際に日課が発注したのは旧式の縦式連続蒸留機であった。かっこ旧式蒸留機の場合、効率の悪さから穀物由来の香りや成分が蒸留液の中にわずかに残り、醸造されるウイスキーに個性を持たせる。ブラー社は、竹鶴がそうした狙いから旧式の型を発注するだろうと判断したのである。合法大学な人物で、逸話は数多く残されているが、竹鶴武士が日課ウイスキーのウェブサイトで回顧録という形で連載し紹介している。
竹鶴正隆ヒストリー、竹鶴の愛した人、日課ウイスキー、竹鶴正隆ヒストリー、竹鶴の愛した人、竹鶴の夢を地上のものとして疑わず、その夢の実現のために竹鶴を支え、彼についていくことが自分の役目であると信じた一人の女性がいた。リカとの出会い、竹鶴はスコットランド留学中に、ある少年への柔道指南を頼まれる。そしてその依頼主であるカウン家には、少年の他に3人の姉がいた。その3姉妹の長女がリカとジェシーロベルタカウンだった。竹鶴はカウン家に通い、少年男性に柔道を教えながら、次第に一家の人々との交流を深めた。竹鶴と同じ大学に通う次女のエラとは以前から顔見知りで親しくしていたが、竹鶴が意識したのはつつましく、控えめに竹鶴を見つめる長女のリカだった。リカも、同様のハンサムで凛しい青年に恋心を抱いたのだった。リカと竹鶴は次第に親密になり、男性に柔道を教えるのはリカに会うための口実のようなものにさえ思えるほどになった。ある時リカは、竹鶴が日本の楽器、鼓を持っていることを知り、自分のピアノとで合奏しようと誘い、竹鶴はそれに応じて、次の機会には、生の妹のルーシーも交えて楽しく合奏した。西洋のピアノと日本の鼓、しかも楽曲も共通するものがないので演奏には苦労したが、それも楽しい思い出となった。竹鶴はスコットランドに渡って最初の夏、ワインについて勉強するためにヨーロッパへ渡った。その時の土産としてリカにフランスの香水をプレゼントしたが、これに大変喜んだリカはお返しに竹鶴にウイスキーの歌の入っているロバート・バーンズの詩集を送っている。この詩集には、私の愛する詩集を日本の大切な友に捧げます。ジェシー・ロベルタカウンというメッセージが添えてあった。そして二人の仲はどんどん近づいていくのだった。